ちゃです。キャです。デブキャンです。俺たち、ミッドナイト坊主です。今回は、モーニング娘。トゥートゥー、アイウィッシュ鑑賞会とうとう出ました。アイウィッシュの、まあ、リメイク。本当に、こんなこと言ったら申し訳ないかもしれないけど、本家というかね。昔のやつは前奏が長すぎるんだよそうね、昔の。そう、まあ、今回はそれの新録リメイクですね。真夜中にハローのエンディング用のやつのミュージックビデオができてる。ツイッターの反応もあんま見ないようにしてたから あんま知らないの。うん、まあちょっと俺ちらっと見ちゃったな。じゃあ反応、うん、まあ反応だけじゃ分かんないから中身もちょっと中身見れた、画像スクショみたいなのが見ないようにしたんで、ここも初見でアイウィッシュの世界に入り浸っていこうかなと思います。それでは It's Tasting Time。では、アイウィッシュ、鑑賞していきます。レディー、ファイト!おぉ。なるほどね。メイちゃん!来ました。あ、始まった。ソロから始まるね、みんなの。あー、かわいい。キラキラだな、顔が。いいねー。来るよ、オンちゃんが来ます。Here we go! オンちゃんが来るということですよ。あ、衣装かわいい。かわいい。いいですね。え、ポニテだ、かわいい。なんか胸が赤ねち。赤ねちが来ました。かわいいな。あ、来ました。え、一本。生田さん。親仲いいから。いらないな。なんでしたよ。笑いながら歌うま。やば。なんかやばいわ、これ。来ました。石田さんです。石田さん。あ、後ろでチェルもなんかやってるわ。石田さんにこれやられたら死んじゃうわ。チェル、この髪型めっちゃいいな。うん。野田さん、デコルテいかついな。うわぁ。かん、え、か、かわいいな。ガエデいいなぁ。好き。うわぁ、気持ち、うわぁ、え、今のカットすごい好きだなぁ。うわぁ、やばいわ。なんかこれやばい。えぐいな、ていうか。うま、かわいい。おぉ、あ、ドアだ。ドアがいっぱいあるわ。あ、これ売るなぁ、多分。ドアいっぱいあるなぁっていう感想ない。もう前中にハローに染まっちゃってるから。あ、ここだ。そういうことか。うわ、なんか可愛い。うわ、可愛い。イヤホンの声が変なんだ、変なんだけど。めいちゃん、最近これ入ってるな。ハモリしか聞こえてこないけど。なんか片方壊れてるそれ。いや、両方壊れてる。可愛い。めちゃくちゃ可愛い。っていうかなんかあの、うわいいな今。え、可愛い。おんちゃん。あ、いいね。マジ。あ、これだ。うわー、やばい。え、やばいやばいやばい。そういうことか。そういう感じね。言葉が出ないわ。入ったと思った。やばいやばい。これ、これね。来ました。タイムロックが入った時、これ電車で見てたの。これやばい。おばさんだ。あ、すごい。うわ若っ。こういうな、これやばい。やばいなぁ。かわいい。あ、そう、これね。そうなんだよ。俺様ね、カントリーガールズから移籍してきたんですよ。あ、来た。あ、よかった。結婚?結婚って何?多分お前。あ、チェルス。お金チェルマリア。うお、やばいやばい。そういうことすんのね。やばいやばい。あ、ほんまれ。横やった。やす。うわ、ほんまれやばい。ほんまれほんまれめっちゃいいね。あ、かわいい。好き。うわうわうわやばいなぁ。これすごいね、マジで。かわいい、めいちゃん。めいちゃん、やばい。フォーマル、スタイルやば。さんエグいしか腰やば。うわ、生田さんやば。生田さんエグいな、今の。生田さん、ああやって笑うんだ。お、今、ガネチンが俺に出てた。あ、こんにちは、遊び心です。パンダさん言ってる。パンダさん今日、いや、加賀さんいたら、あ、やってる。あ、いいねよかったね、あの、そう。生田さん。うわぁ、やばいなぁ。うわぁなるほどね。しみるなぁ。いや、後ろがうるさいのがいいね、この、ブーつけたいね。これはやばいなぁ。これはやばいねぇ。うわぁ、初めてか。泣いてるよ。加賀さん加賀さんじゃ、じゃかわいい。ここやばい。この3人ちょっといいね。スタイルお化けの。いやー。チェルもやばいな。今12キロ。森田さんめちゃめちゃかわいいな。うわ。え?なんで挟んでんだお前。フォークしてた。うわ。
お、加賀さんが乗ってきたよ。乗ってきたら加賀さんおかしくなる。上がってます。赤レチンカレー。あ、いいね。いい。いいね、いいね。やっぱ森さんってやっぱスタイルエグいな。かわいい。あ、かわいい。これは素晴らしい。終わりました。やばい、これ。これは素晴らしい。いや、なんかもう、ダメだわ、これは。これは素晴らしい。俺、いや、うん、そうだよな。いや、森さんって可愛いよね。森さんは可愛い。推しだったら、推しだからめっちゃ可愛く見えたのかなと思った。森さんは可愛い。あの衣装良かったよな。しかもなんか、やっぱスタイルが、やっぱり。スタイルやばいね。ほんますごいね。ここまでね、それ一中映ったあの、このダンスの時ね。センター来ると映えますね。あと、生田さんがお腹出してるの結構いい。いいね。生田さん、確かに。衣装。マキの岡村生田の時やばい。いいね、よかった。あの最近よかった。ソファーに座ってるやつだろ。いいね、あそこな。赤レチンもね、なんか、小田さんと赤レチンのあのふざけてる。いいね。小田さんの良さ出てたね。小田さんやっぱ歌うめえから、そう。その、ソロでね、どんどん歌っていく。最後は、決まるね。小田さん、福村さんで。福村さんの最後の、ちょっとね、差し込む、あのね。いいね。ここに、昔のやつもあるのがいいね。7分55分。なんか、でも最初始まるのめっちゃ遅いからね。あれがある、そう、寸劇であるから。3分あるじゃん、寸劇。これ、2個こう並べてみたいな。うわー、いいなー、確かに。ちょっと同じとことかもあるのかもね、もしかしたら。確かに。でもこのさ、昔のは、このジャケットが、うん、みんな同じとこを指さしてんだけど、うん、これはあの違うとこを指してるっていう。あ、そういう。これたがるんだよね。うわぁ、面白。調べてきて。面白。ジャケ写、ね、そう。これもジャケ写だもんね。これはみんな同じ方向を指さしてる。あー、なるほど。これ今みんなバラバラだけど。そう。なんか、過去の映像とかも出てきてる。そう、確かに。佐藤さんかな。そう、15期がね、泣きながら。背中だけやったけど。あ、ちょっと見に行ったやつだわ。そう、あれ、逆に背中だけやのがいいな。そう。確かにな。佐藤さんに向かってみんなが走ってくるところとかね。うわ、なんか思い出したわ、あの時を。なぁ、めっちゃ感動したわ、あの時。みんなが加入してくるところも乗ってたり。ね、だから、もう卒業しちゃった人たちもね、ちょいちょいちょっと。ちょいちょい。小勝さんとか。飯窪さんとか。飯窪さん、ルイとか。そこらもチラチラ映ってたりしてな。キューキもいましたね。いましたね。初期のね。一番最初のね。でもすごいね。モーニング娘。だからこそよな、こんなのができるのは。最初のメイちゃんのソロの、クーでもう来てたもんね。いいからもう。メイちゃんのバーンの。クーじゃねえわ。ヒだ。クーだらな。ヒだ。ヒだな。クッション。やっぱり、映像付きはいいわ。可愛いし。可愛いし、やっぱ何より。やっぱ全然違いますね、グループによって。前回見たのハムカツだからさ。なんじゃこりゃとか言った。確かに、ハムカツこんなしみじみしてないもんな。今日、アイビーショー最後さ、もう喋らなかったじゃん。そう。もう聞いたもんね、ちゃんと。聞きたいかかったから。なんか言ってたけど、全然聞こえてなかった。そう、聞こえなかった。ハムカツだって最後みんな大爆笑してたよ。爆発してんじゃねえか全然違うね。グループによって全然違うな。あと、モーニング娘。ね、新曲も出るようですので、はい、5月20日に向けてね、またミュージックビデオ鑑賞したり、いろいろと楽しんでいきたいと思いますので、皆さんもぜひ、このね、概要欄からアイビッシュどんどん何百回も見に行ってください。終わります。それでは、バイチュン。